こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。転びやすいのは年のせいかどうかというのを判断するお話をさせていただければと思います。年を取ると足元が悪い、よく転ぶという人がいます。本当に年のせいでしょうか？若い人でも転ぶ人はいます。転ばないだけでふらついている人はもっと多いと言えます。これも平衡感覚の異常から来ていると言えます。平衡感覚とは三半規管による感覚です。三半規管は側頭骨の中に埋め込まれた器官ですから、側頭骨の異常がそのまま反映されてしまいます。側頭骨は左右の車輪と考えています。側頭骨は2つあります。頭蓋骨の中で左右に位置しています。側頭骨は頭の中で左右の車輪のように働きます。左右どちらの車輪に歪みがあっても車はまっすぐ走れません。歪んだ車輪で走るためにはハンドルでバランスを取らなければなりません。人の体では左右の側頭骨が車輪、ハンドルは目です。だから側頭骨が狂うと目が著しく疲労します。歪んでバランスを失った側頭骨の中にある三半規管は正しく機能しません。左右で高さの違う靴を履いているようなものとなります。これ転びやすいとはこういう状態を指します。年のせいではないと言えます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。